はい、100までピアノライフで、ご紹介させていただいてます UX の1ですけども、お客様からのご要望で、傷の方とかの、撮影をしてくださいということで、ご依頼がありましたので、ちょっと動画でね、傷の具合とかを撮っていきたいなと思いますね。あの大きな傷とかはねないんですけども、やはり中古ですのでね、これ映りますでしょうかね、ちょっとこう磨き傷というか擦り傷というか、あのそういうのをよく見たらあるかなというふうな感じですね。動画で分かりますでしょうかね。ちょっと角度変えてみましょうか。まあ、そんな感じですので、もうこのぐらいまで離れてしまえば全然傷があるのか、あの磨いてますのでね、パッと見た感じ新品かなっていうふうによあの間違われてもいいぐらいに綺麗には磨いてありますのでね、そんなに傷とかはないと思いますね。まあ、この辺はカバー伸びますのでね、そんなに影響ないですかね。こんなぐらいですかね。はい、蓋を開けてみた感じもこういう感じですね。鍵盤もあの磨いておりますし、どうですかね。まあ中古ですのでね、もうよく見たらもうそれはもう傷はね、あのないっていうことはないんですけども、本当に大きなへこみとかそういうのは見た感じでは見当たらないですね。ここがこう擦ったような感じかな、このぐらいですかね。これはホコリですもんね。はい、傷に関してはこういうような、形になっております。はい。